はようございます。旅は4日目、本日は網走駅からの折り返しです。網走駅がなんで縦書きで書かれているかといいますと、まあ、一応網走の刑務所があった時代に、まあ、その、出所して故郷へ帰る人たちがこう横道にそれることなくまっすぐに生きてほしいというような意味が込められているらしいです。この後乗りますのはこちら、釧網本線の釧路行きです。釧路行き一応1両編成なんですけれども、結構乗る人が多かったのでですね、なかなかの混雑率でしたね。まあ着席はできましたけどね。そしてこちらが座席なんですけれども、なんと普通列車なのにもかかわらず、リクライニング付きでございます。このボタンを押すとリクライニングできるんですね。釧路までは3時間20分ほどの所要時間ですね。すいません、指映ってますけどちょっと申し訳ないですね。そしてこちらはですね、先ほど映しましたロイヤルエクスプレス、今北海道の辺りを運行してるらしいですよ。現在は知らないですけどね。そしてですね、まあ、釧網本線の、まあ、緑、川湯温泉、まあ、摩周ですね、その辺りを経由しまして、で、列車はですね、東路の駅で少し停車ですね。一応、東路の辺りからはもう釧路湿原エリアに入ってくる頃合いですね。一応、釧路湿原のろっこ号だったかな。はですね、この道路が終点になっていますね。釧路湿原のろっこ号っていうのはその旅行シーズンとかにこの釧路湿原の旅行者のために運行されているトロッコでして、まあ一応ですね、まあトロッコですね。だから本日は釧路湿原のろっこ号運行がなかったので、残念ながら釧路湿原展望台に行くことはできないというのが残念。あ、釧路湿原展望台じゃないですね、舗装下展望台ですね、には行けないのが残念ですね。ただこの釧網本線の車窓から見るな釧路湿原の景色もなかなか素晴らしかったですね。そして釧路湿原エリアを抜けまして、列車は間もなく釧路の駅に到着。一応ですね、このあと帯広行きがですね直結してるんですけれども、これには乗りません。そしてこちら懐かしいお茶、懐かしいお茶120円なんですけれども、味あんま美味しくなかったですね。なんか老臭いっていう話をよく聞くんですけれども、あ、こういうことなんだって分かりましたね。まあいい思い出にはなりましたね。釧路駅はこのような感じで、でこのあと釧路湿原展望台の方を目指してバス移動していきます。まあ、残念ながら舗装下展望台に行けなかったので、まあ、代わりにこちらに寄りました。道沿いには野生の鹿もいましたね。さて通路沿いっていうかな、こう展望台のこうやってこう整備されたこの森林道っていうかな、ここを通りまして途中の中間地点にあります展望台へ向けて出発です。まあ、ちなみになんですけれども、今日、短パンを履いてきてしまったのはですね、私そして友人も両方ともですけれども、私がですね単純に本日は釧路湿原のまあこういったなんだろう、木々の間を歩くよっていうことを伝え忘れちゃったので完全にミスでしたね。めちゃくちゃ蚊に刺されました。まあ、ただ景色は非常に素晴らしいですね。またいい空気、やっぱ美味しい空気がありまして、まあ虫はたくさん飛んでますけど、まあね、まあそれはまあ森林ですから、森林というか釧路湿原ですし、まあ仕方ないですよ。ちなみに釧路湿原はですね、本当にたくさんの植物がありまして、
特にですね、天然記念物のですね、タンチョウは、これは動物なんですけれども、タンチョウが生息していることでも有名ですね。以前はこの釧路湿原は海だったようですけれども、今はこのように絶景の釧路湿原が広がっているというわけです。すごい素晴らしい景色ですよね。本当に広い景色です。ちなみに東京都心がすっぽりぐらい、すっぽり入ってしまうような広さだというふうに言われています。ここにはですね、植物が700種ほど生息をしているらしくて、また昆虫に関しては1150種類の生息があるらしいです。あの上ちょっと登ってみていい？はい、早いです。まあこちらはですね、北斗展望台、まあ無料で行けるところなんですけれども、釧路湿原展望台っていうのが、まあバスから降りてすぐにあるんですけれども、こちら有料なのでお気をつけください。さてとっととですね、まあバス停に戻りまして、そして釧路市内の、まあ、中心地に戻ってまいりました。そしてこちらが本日の昼ご飯ですね、瀬古豆飯ですね。いや、私ですね、その瀬古豆飯をですね、いずれしてみたいと思いまして、北海道旅行でね。なのでですね、今回こちらのですね、左下にあるのが、まあ、鶏肉のペペロンチーノでして、そして真ん中が、北海道牛乳のカスタードシュー、そしてあの山わさびのおむすび、まあおにぎりですね。おむすびはですね、ちなみに瀬古豆は108円で、ペペロンチーノが118円とかだったかな、カスタードシュー108円、400円ぐらいで満足のいく食事ができました。全部美味しかったですよ。そしてここからは根室本線に乗車しまして、今度目指すのは、帯広ですね。10時台に、スルーした帯広行きですけれども、まあ、4時間後に釧路からまた帯広行きが出ますので、そちらを待って、まあ、帯広を目指すというわけです。この3時間なんかずっと眠かったですね。なんかずっとこんな感じでもやーっと、なんか車窓ずっともやーっとしてましたし、まあ一応ですね、この間はまあその池田浦幌とかそんなあたりのところを通ったんですけれども、まあずっとなんか眠かったですね。なんかまあただこういったなんだろう、ずっともやーっとした景色、なんだろう、こう少しこうなんていうかな、そういった感じのところもまた北海道らしいってことですかね。こちら浦幌駅、ちなみにこちら釧路だったかなの隣駅は新富士という駅で、北海道にも新富士はあるんですね。こちらは池田駅ですね。池田駅はですね、スーパー大空号も停車するところとして有名ですね。浦幌も止まるんじゃなかったっけな、浦幌は止まらないかな、止まるかちょっと忘れちゃったんですけれども。そしてですね、列車はようやく帯広の駅に近づいてまいりました。だいたい3時間ぐらい乗りましたね。まあ、やはり北海道エリアまで来るとやはり1回1回の乗車時間は3時間ぐらいと、まあ長くなりつつありますね。帯広駅に到着しまして、でまず目指すのはこちら六花亭帯広本店でございます。こちらでたくさんのお買い物をしましたね。六花亭帯広本店にはですね、ポテトチップスがありまして、まあ、そちらとかを購入しました。こちらはですね、晩ご飯の焼肉ですね、ちょっと待ったんですけれども、こちらのジンギスカン定食なんとですね、確か680円ぐらいだったんですよね。こちらが2人前なんですけれども、ジンギスカンとライス、キムチとか、あとはまあスープなどがついて680円なので、すごい安いですね。まあ、これがデフォルトで、他にいろんなものを注文するっていうのがまあこのお店のスタイルらしいんですけれどもね。私はちなみにこちらは確か、カルビクッパーとかユッケジャンクッパーとかそんな感じのやつでしたね。美味しかったですよ。あとはまあソーセージとかホルモンも頼みましたね。さてここから帯広から、南千歳までの十勝10号は、まあ、本日は北海道東日本パスのオプション券は購入していませんので、まあ
これはですね、通常通り、まあ普通にネットで切符を買ったものですね。こちらはですね、ブルーベリーのパイ。こちらはですね、六花亭本店で買ったものですね。美味しかったですよ。で、この新徳からですね、この先の新夕張まではですね、特急料金なしで乗れる区間としても有名ですね。乗り得ですよね。で、ちょっと申し訳ないんですけれども、でその後、南千歳に着いて、で、南千歳の駅前はコンビニがないので、千歳駅に、快速エアポート、手稲駅っていう、なかなか一日でも乗車されないですね、電車が来まして、で、そちらでですね、千歳駅に移動し、コンビニに行ったんですけれども、その下りがなくなってしまいました。申し訳ないです。なので、こちらはですね、千歳駅ですね。千歳駅から苫小牧の、まあ、電車に乗りまして、まあ、一応こちら苫小牧駅なんですけれども、苫小牧に行きまして、そして苫小牧駅に到着。こちらの列車は回送になりましたね。で、我々はですね、その後、フェリーターミナルに移動しまして、シルバーフェリー、八戸駅に乗りましたね。23時59分発、八戸駅ですね。23時59分発なのは、日付を間違える人を防止するためです。そしてこちらが2等身で A ですね。B と迷ったんですけども、今回は個室の A にしちゃいました。2等室を